長崎昔その昔大地禅師と猿。南島原市上総町に岩戸山という海岸から突き出た山があります。山の東側頂上の平らになっている岩場は座禅石と呼ばれ、そのそばには海に向かって座禅を組んでいるお坊様の像があります。昔、岩戸山にはたくさんの猿が住んでいて、海を見晴らす岩場を遊び場にしていました。その岩場の中でもひときわ海に突き出た大岩の上で、大地禅師という偉いお坊様が毎日座禅を組んでいました。禅師の傍らにはいつも一匹の子猿が、まるで座禅の真似をするかのようにちょこんと行儀よく座っていましたので、禅師はこの子猿をとても可愛がっていました。ある日のこと、禅師が岩場で座禅を組んでいると、一艘の小舟が沖の方に出ていくのが見えました。漁師が威勢よく櫓をこいでいるのを見て、禅師のそばにいた子猿は自分も片足を一歩前に出し、櫓をこぐ真似を始めました。この様子を山に薪き拾いに来ていた男が見つけ、なんやあん小猿、人間の真似はしよっとか。よし、ちーとからこうてやろうかね。男は岩場に出ると、そこから海に飛び込んだふりをしました。あらよっと。そんなこととは知らず、小猿は男の真似をしてザブンと海に飛び込んでしまいました。禅師はすかさず海に飛び込むと、溺れかかった小猿を助けてやりました。ひどい目にあったな。もう大丈夫。よかったよかった。そんなことがあってから、猿たちは毎日のように山芋を掘って禅師に届けるようになりました。ほう、立派な山芋じゃの。わしは山芋が大好物じゃ。ありがとう。小猿はうれしそうに山芋を持ってきては、また禅師のそばにちょこんと座って座禅の真似をしていました。ところが、ある日を境に、あの小猿がふっつり姿を見せなくなりました。不思議に思って、禅師は山の中へ探しに行ってみました。すると、あの小猿が大きな石の下敷きになって、冷たくなっていたのです。その小さな手には、しっかりと、山芋を握りしめていました。そうか、わしにくれる山芋を掘ろうとしていたのだな。かわいそうなことをした。禅師はお寺に帰ると、この猿の姿を石に刻み、哀れな猿を供養したということです。恋でおしまい。岩戸山は今からおよそ150万年前に海底火山の噴火でできた標高100メートルほどの小さな山です。古くから霊験新たかな山として人々の信仰の拠り所とされてきました。大地禅師が座禅を組んだというその場所からは、美しい天草灘を一望できます。
熊本の菊池で、お寺を、まあ、営んでいた方を、有馬の殿様が、ここへ招聘したというふうに言われております。晩年にここの岩戸山で座禅三昧で暮らしたというふうに言われております。大地禅師はこの上総の地に寺を創建しました。最盛期には1500人にも及ぶ僧たちが禅師のもとへ集ったとも言われます。後に禅師はこの寺院を弟子に譲り、70代後半でその人生を終えるまで岩戸山で暮らしました。山の中腹には猿を祀った墓があります。お腹に手を当てている姿から現在ではお産の神様としても親しまれているのだとか。慈悲深い大地禅師と禅師を慕う猿たちの物語。岩戸山は今も静かな祈りに包まれています。